ラランララララン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 せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。亮です。少量です。はい。今日なんですけれども、同性について、はい。話していきたいと思いまーす。まあね、はい。僕たちは、うん。同性を始めて、はい。何年目 ?17 年からだから、4年目 ?3 ぐらい。そうだよね。うん。今年2回目の更新だから、はい。そうだね、4年目くらいかな。うん。まあね、同棲をしてたらさ、はい。いいこともあれば、うん。悪いこともあるわけよ。そうだね。ね。うん。それについてね、今日はね、お話ししていければと思います。はい。終了。っていうことで、うん、同棲について。そう、同棲についてよ。気をつけた方がいいこととか。あ、それもあると思う。気をつけた方がいいこととかさ。はいはい、まあ単純にさ、うん、あ、同棲しててよかったなって思うこと、うん、とか、うん。うんうん。オッケー。いろいろあると思うんだけど、はい。翔ちゃんはさ、正直さ、うん、同棲してよかったと思ってる？もちろん。おぉ、うん、よかったよかった。俺も、同棲はしてよかったと思ってる。うん、何がよかったの？まあね、第一は、うん、いつも一緒にいれるって感じ？ああ、そうだね、うん。はいはいはい。うん、まあ寂しくないし、うん、家に帰ってきてさ、うん、ただいまーって言ったらさ、翔、うん、ちゃんが家にいるじゃん。うん、電気ついてるじゃん。うん、まあ場合によってはほらご飯が用意してあったりとかするじゃん。そうだね。そう。そういう面ではいいかもしれない。すごくいいよね。嬉しいな、うん。うん。やっぱね、一人でさ、住んでるとさ、うん、やっぱ帰ってきて、家の中真っ暗だしさ、うん、ご飯ももう自分で準備しないといけないし。そうだな。ね、まあうちの場合は、俺がご飯作ったりもするけど、うん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 、まあね、食べてくれる人がいるとかね。そういうの考えたらやっぱ、いいなーってね。そうだね。思ったりはするんだけど。うん、なるほどね。ひょうにょう。俺がいいなって思うのは、うん、そうだなー。なんか、はい、シャキーン。いいと思うのはね、そうだね。パッと出てこないの、パッと。ご飯。何いいと思うところ、うん、美味しいご飯が食べれる。美味しいご飯食べれるし、うん、そうだね、寂しいとか思わないことかな。うん。うん。まあ、そこが一番大きい気がするな。そうだね。うん。うん。とか、あとは、そうだね、ご飯一緒に食べれるでしょ。うん。で、ほら、テレビとか見てさ、一緒にさ、うん、なんかちょっと笑ったりとかできるのも、いいよね、うん。そうだね。なんかその、面白いとかさ、うん、確かに。悲しいやつとか、確かに。なんか一緒に泣いたりとかさ、一緒に笑ったりとか、あるあるある、なんかそういう共感ができるのもすごくいいよね。ある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 。一人でさ、見ててさ、すっげーボロボロ泣きとかしててさ、うん、ふと我に帰った時にさ、うん、あみたいな、うん、一人で泣いてるみたいな。そうだよね。それも寂しいよね。ね。うん。あと何があるかな、嫌なとことかは？そうね。嫌な時もあるよ。いや、正直ね、うん、一人になりたいなって時もあるよ。そうなんだ。うん。うん、ひょうにょう。どういう時？喧嘩した時とかね。とか？あとは、最近さ、なんかほら、俺もテレワークとかでさ、うん、家で仕事してる時とかあるじゃん。うん。なんかそういう時すごいなんかつまんなさそうにしてるけど。そうね。うん。え？それはまた違うのか。うん、一人になりたいってわけではないか。そうだね、別に。むしろ構ってほしいみたいな感じか。まあそうだね。え？どういうこと？え、わかる。じゃあ、次。うん。同棲してて、うん、やっぱり嫌だなって思うところ、うん、あると思うんだよ。うん。あると思うのよ。うん。それをちょっと言っていこうかな。オッケー。うん。はい。じゃあ、俺から行くよ。うん。やっぱりね、一人の時間も欲しいなって思う時がある。だよね。だよね。そうそうそう。一人の時間欲しいよね。いや、欲しくなるじゃん。俺さ、ゲームするの好きだから、うん、やっぱりゲームをしてるんだけど、うん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 、やっぱり翔ちゃんからしたら、うん、つまんないし、うん、ちょっとちょっかい仕掛けてきたりするじゃん。うん、そうなんだ。そうそうそう。そうそうそうで、俺は、もう、うん、もういいよ、うん。ゲームしたいから、うん、みたいな感じで、うんうん、超俺のわがままなんだけど、ちょっと一人に、ちょっと今だけ一人でもうゲームに集中したいな、みたいなね。うん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 、そういうのがあったりとか、
か、うん、あとはそうだな、晩ご飯食べるときとかに、うん、やっぱほら、翔ちゃんが食べたいものと、うん、俺が食べたいものでやっぱ違ったりするじゃん。うん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 。でもさ、あの、別々に作るのは大変だから、はい、まあ、どっちかに寄せないといけないとかいうときに、うんうん、ああ、もう、なん、もう自分の好きなもん食べる、もう一人だったら食べれるのに、とかね、少しね、ちょっと思ったりもするかもしれない。そういうこともあるかな。あるよね。あるある。あるよね。あるよね。うん。あるあるある。確かに。え、翔ちゃんは？そうだね。うん。量はまだあんの？そうね。うん。あとなんだろうな。やっぱり、うん、なんかあの、ずっと一緒にいるから、うん、ちょっと刺激がやっぱなくなってくるかな、みたいな。あ、俺もある。うん。やっぱり、うん、なんかずっと一緒にいるから、うん、まあ、刺激がね、なくなるかなって思ってんだよね。どう思う？え、それ俺今言ったよね。え、言ってないよ。それ言う、俺が今言ったよね。言ってないよ。うんうんうん。一緒にいるから刺激なくなるよね。そうね。って言ったよね、うん。うん。一緒にいるからさ、うんうん。やっぱ刺激なくなるよね。そうなのよ。うん、だからたまにはさ、うん、あの、別々に、うん、多分、一週間くらいね、うん、別のところで住んだりとかしたら、うん、また会った時に、うん、あ、新たな、ちょっと、一面みたいな。ちょっと見えたりするのかなってね。確かに、そうかな、うん、うん。思ったりも。うんうん、まあ、それはないけどね。実際現実問題ずっと一緒に住んでるから、それはないとは思うんだけどね、うん。たまになんかちょっと刺激もあった方がいいのかなってね。思ったりするわけよ。うん、ねえ。ひょにょ。で、どうなのよ、翔ちゃん。ん？翔ちゃん。翔ちゃんのなんか、うん、同性で嫌だなって思うところ。ないーわからん、もう終わり終わり。終わりです。ないの？ないの。ないよ。ないの。もう本当にないの。あ、本当。そんな逆に愚痴があると思わない。ないんだよ。もう終わり終わり。わからないもん。だってわかんないもん。ないもん。落とし入れるよねー。いや、本当にないもん。だから、俺、この、同性のこととか言われても、なかったからさ。あら。あ、本当に？乗り気じゃなかったんだよね。あ、マジか。マジか。うん、ちょっと俺だけ、文句がある人みたいになっちゃったけど。本当に。ちょっとやめてもらって。ない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 。本当に。なんか。ないんだ。ダメだよ。そういうこと言ってさ。みんなダメだからね、その、陰でさ、そういうの。よくない。よくない。いや、相手に失礼。待て待て、陰でじゃないけど、今直接言ったからね。やめてよ、その友達とかにさ、彼の愚痴とか言っちゃダメだよ。いや、でも、聞いて聞いて。言ったけど、はい、俺は、一緒に同棲して本当に良かったと思ってるからね。うん、そっちの方が全然、断然勝ってるからね。うん、ふーんじゃなくて。ひょにょ。まあね、僕たちは同棲してすごい良かったなーって思ってるんだけど、決してね、あの同棲をおすすめしてるわけではなくて、それぞれのね、カップルの事情だったりとかね、性格だったり、そういうのも相性とかもあるからね。同棲に向いてる方とね、向かない方とね、はい、絶対いると思うの。うんうんうん、で僕たちは、まあ同棲して良かったなって思う。まあたまにね、みたいに文句もあると思うんだけど、うんうん、ね、まあ僕たちの考え。うんうん、同棲についての考えを今回はお話ししてみました。いかがだったでしょうか。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。いや、本当にないの？ないないない。本当に？本当にないもん。嘘でしょ。なんだなんだと怖い。手出るぞ。出すなよ。手出るぞ。出すなよ。どんだけいい人なのって言おうとしたらもう手出したからいい人じゃねえわ。じゃあピースして終わろう。はい。ピース。えー